こんばんは、かずやです。昨日、ボクシングの井上直弥選手が東京ドームでタイトルマッチをやりましたよね。そして試合には当然のように勝利したということで盛り上がってるわけですよ。ここにね、えー、今日5月7日の読売新聞、長官がありますけれども、この一面にもですね、井上選手しっかり出てます。この世紀の一戦を見るために集まった観客の数、なんとですね、 4万3000人もいると言いますよ。井上選手はもう歴史に残る人物ですからね。まあそれだけの、まあ、ビッグマッチ、まあ、人気だというのもわかります。一方その頃、まあ昨日なんかね、ゴールデンウィーク最終日でいろんな興行が行われていたんですけど、まあ、僕はプロレスがすごい好きなんですよ。で、プロレスもですね、昨日日本武道館でビッグマッチやってたんですよね。オールトゥギアザーという興行なんですけども、これまでに何度か開催されているんですよね。そもそも最初に開催されたきっかけは東日本大震災。 だったんですねまさに国難といった感じで、まあ、大きな被害を日本受けたわけですから、まあ、その支援というか、まあ、そのチャリティーの意味合いでプロレス界も立ち上がったわけですよ通常プロレスっていろんな団体ありますよね、まあ、新日本プロレスだったり全日本ノア a とか、まあ、大日本とかね DDT とかいろいろあるんですけども、まあ、そういう,もう団体の垣根を越えてですねあのもうスター選手が集まって あの戦おうじゃないかということで、えー、2011年に第1回大会が行われたんですけど、これはもうね、超満員でしたよ。今も引退してますけど、武藤圭司選手と小橋健太選手が組むとかね、いや、これはすごいですよね。あれから10年以上の時を経て、昨年またオールトギャザーということで、興行やったんですよで。去年もやってるし、で昨日もですね、またオールトギャザーということでやってたんですけど、これ、観客動員がですね、もう爆死と言っていいレベルなんですよね。 なんと、4583人ということで、井上直也選手の東京ドーム大会のほぼ10分の1と言っていいレベルです。会場はさっきも触れたと思うんですけど、日本武道館なんですよ。だから、1万人以上とかね、普通に入る会場なんですけど、もう半分にも満たないような動員なので、ちょっとというか、だいぶ寂しいです。というかね、もう調整不足感が否めないんですよね。今回のオルトギャザーは、日本プロレスリング連盟、 の団体設立を記念したっていうのと、能登半島自身のチャリティーという目的で行われているんですよね。ちなみにこのプロレス連盟、まあ、新しくできたわけなんですけど、どういう団体が加入しているのかっていうと、まあ、新日本プロレス、全日本プロレス、プロレスリングノア、DDT プロレスリング、頑張れプロレス、大日本プロレス、ドラゴンゲート、スターダム、東京女子プロレス、 なのでまあ、主要どころは入ってますよね昨日のオールトギャザーでもこれらの団体がまあ、選手出しているわけなんですけどまあ、ただねその全日本プロレスは昨日高楽園ホールで普通に大会やってるんですよなんかこのね被ってる時にこのオールスター戦やるのはどうなのかなっていう感覚が ありますし、しかも今、全日本のチャンピオンカーニバルっていう、あの、シングルマッチの大会をやっているところなんですよね。だから、オール的キャザーやるにしても、もうちょっとなんかね、調整した方が良かったんじゃないかなと思いますよ。全日本にもいい選手いますからね。あの、やっぱ今、団体をやっぱ引いてるっていうと、宮原健人選手だったりとか、まあ、もともとレッスルワンっていう別の団体にいたけど、今、全日で活躍している、足野翔太郎選手だったりとか、えー、これもあの、もともとレッスルワンにいて、えー、WWE とか、 で言って、今、えー、全日で活躍している黒潮東京ジャパンとかさ、いい選手いるんですよ。ただそういった選手が今回のオールトギャザーに出られなかったという点で、だって被ってるんだから、っていう点でちょっとね、そういう、まあ、日程被りだけじゃなくて、もはやですね、オールスター戦にプロレスファンもあまりときめかなくなってきてるんじゃないかなっていう気もします。というのも、 今ってですね、あんまりすでに団体の柿でなくなってるんですよ。新日で言うと、ベストオブザスーパージュニアとか G1 とか、まあ、東京ドーム大会、その、まあ、1.4の東京ドーム大会とかに、結構その、他団体の選手とかも参戦したりするんですよね。で、逆に、まあ、その、ノアに新日本プロレスの選手が上がったりだとか、 あの去年の初めにロスインゴ対混合っていうそのノアのユニットと新日本のユニットの、まあ、対抗戦みたいのがあったんですよねだからすでにそういう、まあ、団体の垣根を越えた交流戦いというのはやってる中でこのオールトギャザーっていうのがまあどこまで何んとか意味を持つのかっていうのはある工業かぶってるしでゴールデンウィークの最終日でまあ ちょっとね、なかなかもうみんな家で休んでるっていうタイミングだったのかもしれないし、まあさらに言えば、新日とかもこのゴールデンウィーク中にビッグマッチやってるんですよね。もう毎年恒例ですけど、レスリングドンタクっていう福岡でやる大会があるんですよ。だから新日ファンは、まあそのレスリングドンタク行った方がタイトルマッチもやるし、そっちに遠征するとかさ、いう感じにしたのかもしれませんし。だってね、そのプロレスファンのお金だって無限にあるわけじゃないですからね。福岡まで遠征している東京の人が、またそのオールトゲサーとかまで行くと、 それはまあチャリティーとはいえお金かかるじゃないですか、まあ、ともかく今プロレスっていうのは正念場を迎えているんですよね、まあ、今年に入って岡田和親選手さらにウィル・オスプレイ選手が、まあ、アメリカに行ってしまったというのも非常に大きいと思います知らない人のために一応説明しておくと岡田和親選手って、まあ、この約10年ぐらいの新日本プロレスをもうずっと、ね、トップで支えてきた選手なんですよね ちなみにあの、奥さんは声優の三森鈴子さんです。その岡田選手がアメリカの AEW っていう団体に移籍してしまったんですよ。で、さらに、えウィル・オスプレイ選手っていう、まあ、とんでもない外国人選手がいるんですけども、この人も AEW に行っちゃったっていう。いや、この二人ね、本当に、うん、やっぱトップ中のトップでしたからね。ちょっとこう、古い漫画で例えると、 もうライトとエルがいないデスノートみたいな感じになっちゃうわけですよ。単純にメインを張れるレギュラー選手がいなくなるっていうのは、まあ大ダメージですよね。さらに、タマトンガ選手、タンガロハ選手も、まあちょっとこうね、海を渡って、えー、彼ら WWE に行きましたよね。なんかこう、プロレスも野球みたいな感じですよね。日本である程度、こう頑張ってですね、まあその、実績作ったらアメリカ行くみたいなさ、そういう状況において、今その、新日本のピンチってね、その、 主要選手の高齢化っていうのもあると思うんですよ。棚橋社長にしても、まあ一般的な知名度で言うと、真壁闘技選手なんかもね、相当あると思うんですけど、やっぱその辺がもう40代の後半とかに入ってきてるわけですし、で、僕やっぱ内藤哲也選手のファンなんですけど、内藤選手はもう40代半ばに差し掛かろうかっていう感じじゃないですか。で、やっぱ40超えて、で、プロレスのように激しいことやってると、 やっぱ動き自体は変わってきますからね。内藤選手で言うと、この前行われた IWGP 世界ヘビー級選手権試合、あの辻井選手との試合はすごい良かったんですよ。ただやっぱり30代の頃の動きと比べるとね、やっぱ違うなぁとは思いますね。今プロレス界には新たなスターが求められています。まあ新日本で言うと候補いますけどね。今もうかなり押されてますけど、まあ海野、成田、辻井、上村。 まあこの4人がヘビーで言うと主軸になってくるのかなと思います。今それぞれ別のユニットでやってますけども、今後が本当楽しみですよ。ただ、かつての武藤敬司さんとか、アントニオ猪木さんとか、まあ、それぐらいの知名度の選手になっていくのかっていうと、まあ、なかなかね、まあ、あれはちょっと特殊だからね。ジュニアに関しては、あの、将来的には藤田康成選手とかが、まあ、トップになっていくのかなと思うんですよね。まだかなり若い、 あの段階ですけど、もう相当プッシュされてるし、まあ、あの、岡田選手の走行試合で、あの、最後やっぱレインメーカーを受けたりだとか、まあ、この前さ、その、オールトギャザーでもシングルマッチ組まれてますからね、相当プッシュされてるし、ただそれ、あの、無茶苦茶のプッシュっていうわけでもないと思うんですよね。やっぱ、あの、実力が評価されていると思いますし、今後非常に楽しみだなというのがある、あるわけですよ。で、あと、マスター・ワト選手もね、まだまだ若いし、これからやっぱ10年、15年のジュニアって考えると、まあ、やっぱその2人が、 まあ引っ張っ張ていいくのかなと思いますで今回の、えー、日本武道館大会、まあ、その観客動員が爆死したという感じなんですけど、レスラーの方もですね、危機感を感じてるコメント出してるんですよね。例えば、太一選手であったり、えー、内藤哲也選手ですね。あのというかあの、能登半島自身の支援っていう話なのに、このオールトギャザー。 次なぜか札幌でやるんですよね。だからこのオールトギャザーっていうオールスター戦っていうのは去年もやってるし、で今年、まあ昨日やったし、で6月には札幌でやるってことで、もう1年で3回やるってなると、やっぱり新鮮味ないですよねっていうことを、あの内藤選手言ってて、そうなんですよ。しかもさっき言ったように、そういうイベントじゃなくても、今あの団体の垣根がだいぶもうなくなってきているので、より新鮮味がないと。チャリティーやるんだったら別の方法もありますし、まあいろいろなんか、 アベコベなんですよね。まあ、ただ、ジェイクリー選手、まあ今、プロレスリングノアに所属していますけど、ジェイクリー選手が新日でちょっとね、あの、今後、出て活躍していくのかなって考えると、それはちょっと楽しみな感じがしますよ。ジェイクってあれ、なんか久しぶりにグランドスラムの可能性ありますよね。その日本の団体の。だ、だってあれ、三冠ヘビ取ってるでしょで、ノアでもね、GHC 取って、で、新日で、まあある程度やったら、 ね、その IWGP の可能性もあると思いますし。まあともかくですね、日本のプロレス界は大胆な改革が必要になってくるんじゃないでしょうか。意見分かれると思いますが、僕はもうね、規模感を上げていくしかないと思うんですよね。いくつもの団体が、まあそれぞれの特色を持って、あの、工業やっていくというのもいいとは思うんですよ。まあそれこそやっぱ、なんか路線違うじゃないですか。大日本だったらなんかこう、デスマッチ路線とかさ。ただそういう小規模のまま乱立してるってなると、やっぱその、 効率は良くないですよね。で、今これだけ、その海外への流出というのが現実問題としてある中で、やっぱ日本もね、もっと規模をでかくすべきだと思うんですよ。規模感を大きくして、まあ経営の効率化をしつつ収益を上げて、まあ選手の給料も増やしていくと。そうしてプロレスをどんどん稼げるビジネスにしていかないと、なかなかやっぱ海外流出って止められないんじゃないですかね。だから一層もう新日にある程度も集めてですね、 もう2つのレーベルに分けたらいいと思うんですよ。あの WWE でいうところのもうスマックダウンとローみたいな感じで、もう2つのストーリー作ってったらいいんですよね。まあ、ぶっちゃけね、あのスターダム参加に入れる前に、その男子のね団体をね、参加に入れて、まあ、そういうだから、うー2つの路線、そのスマックダウンとローみたいな路線で展開していった方が僕はいいんじゃないかなって。 とは思ってます。女子は女子ですごいんですよ。まあやっぱ男子ではできないような技とかやるじゃないですか。あと新日本プロレスで言うと、シングル戦線はまあ別にいいと思うんですけど、問題はね、タックだと思うんですよ。ジュニアもヘビーもやっぱタック戦線をもっと盛り上げていかないと、こうやっぱ全体としてね、なんかいまいちこう、盛り上がらないのかなという感じがします。そういう意味でも、規模感を大きくして、もっとちゃんとしたこう、タックチーム っていううのをたくさんん作るべきだと思うんですよね今インフレの影響もありますけどそのチケットの単価というのも上がってきたと思うんですよだからまあチケットの料金上げたら客単価は上がるかもしれないんだけど、まあ、一方でそのだからその既存のプロレスファンだけじゃなくて新しい人をどんどん入れていかないとやっぱその持続可能性って難しいわけじゃないですか特に今って日本ってあの少子高齢化で子供減っていくのでいかにその新規獲得していくかっていうのがまあ大事なわけですよ まあその辺んは、まあ、アプリとかと連携してもう初回はめちゃくちゃ安くするとかもう何な,なら無料でもねもう初めて来るもう高校生とかあの大学生とか、まあ、若者とかだったらもう無料にしてもいいくらいだと思いますよプロレスはね本当に面白いんでねぜひ見ていただきたいなと思うんですよ、まあ、ボクシングとかその総合格闘技とは違う楽しみがあってですね 僕はね、やっぱねプロレスの方がストーリー性があって好きなんですよ。ぜひ一度テレビでやっているワールドプロレスリングでも見ていただきたいなと思います。ということで、プロレス界、やばいよっていうね、そんなお話でした。今日は以上です。最後にかわいいポコちゃんをご覧ください。どういう体勢でんてんの、ポコちゃん。 ち可愛いね。い <laughs> <laughs>